皆さんこんにちは、ガジログです。いきなりね、もうスイッチボット製品がたくさん出ていますが、今回はアマゾンのブラックフライデーセールでお得な商品となりますおすすめの製品をご紹介いたします。まず最初にスイッチボットのカーテンですね。これ第3世代のモデルになりまして、カーテンを開閉できるモデル、そしてカーテンのバッテリー切れをゼロにとありますが、このソーラーパネルのセットになりますけども、これがありますとね、ほぼほぼ充電いらなくなるという面で、こちらもセットでね使ってみたいと思います。そして既存のこういったドアに取り付けをするスマートロックになっています。遠隔で施錠したり解錠したり、しかもこの専用の指紋パッドありますと、暗証番号もしくは指紋認証ですね、指を当てて施錠を解錠することができます。そして最後にこちらですね、ハブ2をご紹介いたします。これらを今回レビューしていきたいと思います。というわけで動画の最後にはこれらの製品がですね、どれぐらいの割引になるのかの情報をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで本日も行ってみましょう。ではね、スイッチボットのカーテン3第3世代のモデルとソーラーパネルね、開封をしていきたいと思います。というわけでこちらがパッケージ内容となっています。まずカーテンそのものをですね、本体になります。でここをプッシュしますと、このように外れまして、取り付け時にはまずこちらをですね、カーテンレールのところにこう差し込んで、向きを変えてこちらを挟み込むというイメージになっています。そして充電ケーブルになりますけど、今回ですね、こう充電する必要がなければいいんですけども、ソーラーパネルで充電できることがいいですね。そして取扱説明書、またいろいろ取り付けするための様々なパーツがこんな感じでね、いろいろ入っています。そしてこのソーラーパネルも開けてみたいと思います。ソーラーパネル開封してみましたけども、この通りになります。これがまず本体そのものになりますが、サイズ感としましては手のひらサイズでしょうかね。そして取扱い説明書とカードがあります。気になるね、裏側になりますけども、こんな形状となっていますね。このように首振り USB Type-C が本体と接続できる部分になっています。でさらにこのようにね、本当にフレキシブルに動きます。そしてここのね、ヒンジの部分になりますが、このように押しながら回転させることができます。これ無理にね、動かすと折れてしまいますけど、ここを必ず押して、このように向きを変えるということになります。直射日光の当たる向きをこのようにいろいろ変えることができそうですね。そしてこのカーテン3の下の部分に、こんな風にね、差し込むことができます。ではこれから実際に取り付けて使ってみたいと思います。では次にご紹介しますのは、スイッチボットのロックになります。玄関などで取り付けると非常に便利になりますね。これに合わせまして、この指紋認証パッドになりますね。暗証番号やカードキー、そして指紋でロック解除することができます。これがあるとね、スイッチボットロックがめちゃめちゃ化けることになります。というのはですね、アプリの方でいろんな設定することができるんですけども、屋外から帰ってきた時にロックを開ける時に、いちいちスマホでアプリを起動させて開けるっていうことをするとね、ちょっと手間取るとか面倒くさいってことがあるかもしれません。ただこちらが玄関ドアの付近などに取り付けていますと、指紋認証でロックが解除されるということで、めちゃめちゃ便利になります。では開封し、中身の確認をしていきたいと思います。今ね、開梱し終わりましたけども、このような一式になっていました。左側のこちらはスマートロックの方の一式のパッケージ内容、そして右側が指紋認証パッドの一式になっています。特徴的になりますのね、やはりこちらの指紋認証のパッドになると思います。こちらに自分の指紋を当ててロック解除できます。本当に鍵とか一切いらなくなるっていうのがめちゃめちゃいいですよね。そしてこちらに付属していますカードキーもありますが、かざすことによってロック解除することもできます。そしてこのように暗証番号でロック解除することもできます。いろいろね、部品パーツが入っていますので、取り付け方法ね、難しそうだなっていうこともあるかもしれませんが、説明書も入っていますし、アプリの指示に従ってやっていけば大丈夫だと思います。
では最後にご紹介しますのは、スイッチボットのハブ2という究極のスマートリモコンということになります。こちら赤外線を発出して、テレビとかエアコンなどのリモコン代わりに使うこともできます。アプリで設定することによってね、ご自宅に使っているそういった電化製品をコントロールすることができるようになります。もちろん赤外線対応しているものではないと使うことができませんのでね、何でもかんでもこれでコントロールできるわけではありません。ではこれからね、開けてみたいと思います。出てきましたが、めちゃめちゃ軽いですね。今ね、パッケージの方開けてみましたが、このような一式となっています。まず本体、そして取扱説明書。またね、両面テープも2つね、2種類入っています。そして USB-A に対応した充電アダプターも付いています。そしてこれ結構重要になりますが、Type-C になっているんですけども、この本体に設置することによって、ここにね、温度センサー付きのケーブルになっています。これをなくしてしまうと温度を計測することができませんので、なくさないようにね、ご注意ください。ではね、早速通電してみたいと思いますが、まずね、ここに5秒間維持ということで、このようにね、曲げてくださいっていうような指示がありましたので、今やってみます。この状態で、ここですね。今ね、通電が始まりましたけども、こんな感じで表示されています。こちらに温湿度センサーがついていますので、こちらの部分の温湿度を計測していることになります。それが今ね、こんな風に表示されていますけど、意外と見やすいですね。現在の温度は29度、そして湿度は 62% となっています。結構暑いですね。ちなみに設置方法になりますけども、背面にあります、こちらのスタンドで、こういった感じでね、設置することができます。横から見ていただくとこんな感じになるわけですね。ただ向きを考えないといけませんので、両面テープがこちらの温湿度センサーついていることを考えると、このねケーブルの向きをちょっと逆にしないといけない場合もあると思います。そしてね、付属していたこの両面テープを使って設置することもできると思います。ではこれからこのスイッチボットハブ2をスイッチボットのアプリに追加していきたいと思います。はい、ということでハブ2がね、もうここに表示されていますけども、実はですね、もうスイッチボット製品たくさん使っていまして、2階リビング 27.2 度っていうのはね、これ別の温湿度計プラスの温度と湿度表示になっていますが、今ねこちらのハブ2と温度はねだいぶ違いますけど、これねやっぱり私の熱を感じてるんだと思います。これすごいですね。室内の照度も測ることができるようですね。19レベルと今ありますけども、これ結構今明るくなってると思いますけども、では照明ちょっと落としてみたいと思います。はい、下がりましたね。16レベルとなりましたので、しっかりね照度センサーも動いていることがわかります。そしてここをねちょっと握ってみたいと思いますが、おそらく温度上がるんじゃないでしょうか。こちらの方ご覧ください。湿度ね、どんどん上がってますね。そして温度が30度、湿度 74% でね、結構過酷な環境になってきています。そしてアプリの方もちょっと遅れて反映されている感じですね。ちなみにこのハブ2本体には30点いくつっていうところまでは表示はできないようです。あくまでも1度単位の表示になっていました。ということで温湿度計に関しましてはこんな感じになっていますけども、リモコンの方ね、どんな感じになるのかやってみたいと思います。ではね、私が今撮影している部屋でできるものとしましたらエアコンになります。ではエアコンをタップしまして、一番簡単な追加方法ということで、この物理リモコンをハブへ近づけて障害物がないことを確認してください。これでねちょっとやってみたいと思います。で今すぐ開始。物理リモコンはハブに近づけ、いずれかのボタンを押してくださいとあります。はい。今ね、探して、3つのテンプレート見つかりましたと出てきました。では、ここをね、タップしてみたいと思います。動きましたね。問題なく動いています。こちらのリモコンからどんなエアコンを使っているのかを認識してくれました。すごいですね。これでですね、このハブ2にこちらのリモコン機能が追加されましたので、エアコンがこちらからね、リモコン操作することができるようになりました。現在25度で設定されていますけども、コントロールできるかやってみたいと思います。温度をね、一度上げてみたいと思います。ちゃんと動作していますね。ここもね、ランプついているのがわかると思いますか。では、止めてみたいと思います。ちゃんとね、今音入ってると分かりますか？停止しましたっていう音が出ていました。これはすごく便利だと思います。というわけでね、この製品使うのであれば、その部屋にたくさんの赤外線リモコンで動作できる家電製品がたくさんあると、より一層ね、効果が発揮できるんじゃないかなと思います。ちなみに動作に関しましては、こちらの温度表示今出ていますね。29度、62% の湿度ということですけども、アプリの設定の方で30度以上になったらエアコンをオンにするとか、湿度の方で何パーセント以上になったらオンにする、オフにするとかね、いろんな設定ができますのでね、先ほどのスイッチボットのアプリの方で自分の使う環境下で最適な使い方をね見つけていただければなと思います。
というわけでこれらの製品いくらぐらいなのかご紹介したいと思います。まず最初にこのハブ2になりますけども、これは通常の Amazon の価格になりますが8980円なんですね。そして今回ブラックフライデーセールでなんと7180円となりまして 20% オフとなっています。これもね結構安いですね。そしてこのスイッチボットのロックと指紋認証パッドになりますけど、このね2つセットになっているモデルがありまして、こちらでご紹介します。通常価格18980円なんですが、今回 21% オフになりまして、なんと14980円です。なかなかのいいお値段じゃないかなと思います。自宅の鍵をスマートロック化することによって、特に指紋認証だけで鍵を開けたり閉めたりできるというのは本当に楽だなと思います。そして最後にスイッチボットのカーテンとソーラーパネルになりますけども、この第3世代のカーテンに関しましては通常8980円なんですが、今回 15% オフで7633円となります。これもねなかなか下げてきましたね。そしてこのソーラーパネルになりますね、太陽日差しの当たり方によっては充電いらずということになりますけども、通常2980円のところ、こちらは 5% オフになりまして2831円となっています。ということでね、これやっぱりセットであるとそれぞれ便利になります。ちなみに今画角の関係上、カーテンはこれ片方分しかないんですね。2つセットないと真ん中から両サイドに開けていくってことができません。もしくはこの片方だけ購入して片側から一気に開けるっていう方法もありますけどもね、そのあたりは各家庭の使用方法を見極めていただければと思います。あくまでもね1点2点のこれ1つですね。この製品が2つ入っているわけではありませんので、そこはご注意ください。というわけで Amazon のブラックフライデーセールでお得に購入することができますので、気になった製品がありましたら概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧いただければと思います。この動画が良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。